反響版は多目的ホールなどにおいて舞台上での生演奏に対応するために設置される音響反射効果用の可動壁、音響反射板とも呼ばれる。ホールによっては舞台部分の壁面がそのまま反響板構造になっている場合があり、その際は固定反響版と呼称することもある。通常、多目的ホールはあらゆるサイズに対応できるように袖膜、一文字幕 中割膜、ホリゾント膜などを使用する膜舞台と呼ばれる状態に設定されている。膜類はそのほとんどが布製で音波を吸収しやすい。また、舞台上部と両端部は膜類、装置などの格納、及び祭事の準備、待機、転換に対応するために大きく開口しており、オーケストラなどによるクラシック音楽や吹奏楽、声楽など、 音響機器を介さない演奏においては、音声が反射されずに拡散し、豊かな響きが得られない。反響版は、この音声の吸収、拡散を防ぐために、舞台上部と正面奥、及び左右の両端に間口、奥行き相当に設置し、演奏者の音声を客席へ向けて、効率的に反射させて、聴衆に効果的な聴音感を与えるために使用される。ホール内の天井。 壁面、床面と合わせて音響工学の検知から設計、施行されており、ホール内における残響時間や聴衆の感覚的な響きなどにも大きな影響がある。近年は音楽祭事の内容に合致させるために客席の壁面、天井とともに反響板の設置角度を機械的に稼働、変化させる残響音化変機構を備えたホールも増えてきている。 反響版のデザインは洋風である場合が多く、反射効果も西洋音楽に遵守して設計され、一般的に方角演奏では使用されないことが多い。また、反響版を設置した場合、舞台の客席側以外をすべて覆ってしまうことで、舞台照明効果が大きく制約される。多くのホールでは、舞台上部のスノコからワイヤーを介して釣られ、必要に応じて、これを加工して、 舞台上に設置する釣り物タイプの構造で、他に舞台奥に格納される自走式や舞台床面からの競り上がり式なども見られる。いずれも相当量の重量があり、人力で昇降させることが困難なため、モーターや油圧により操作盤要員が稼働させて設置、格納を行う例がほとんどであるが、その作業手順や必要な作業人数は各、ホールによって様々である。 舞台機構としての反響板設備を持たないホールや屋外などの開放された舞台および練習室、リハーサル室などでは格納場所から作業要員が持ち出し美術バトンに釣り込んだり直接床面に設置するタイプの仮設反響板が使用されている。ありがとうございます。